母殿。失礼を。風が冷とうございまして。ユリ、病か。まさか、とんでもない。赤島に参ろう。クス氏がおる。他に参るべき地がございます。どこだ。近くにございます。クス氏のもとへはその後に参りましょう。わかった。だが病ならば進路を赤島に変えるぞ。承知いたしました。相変わらずお厳しいこと。参りたいとはどこのことだ。それは言えないのか。秘密にございます。どこなんだ。ほら、ついてこられます。ユリ、せくな。覚えがありますか。確か湯の近くであったな。ほら、あそこ。近くに参りましょうか。なんと美しいこと。ああ。なぜここに。お怒りですか。お連れすべきではなかったのですね。下せぬだけだ。ああ、見てはおられぬのです。ご家族のことで悲しみに暮れるあなた様のお姿を。ユリ、どうした。いえ、いえ、何でも。ええ、大事ございません。いつ飯を食った。確か昨日かと。ここにいろ、何か取ってくる。子供扱いは嫌です。頼むユリ、しばし休め。承知しました。ほんとお優しいこと。すぐに戻る。獣がおればよいが。ユリが待っておるな。食わせてやろう。
馬がおらぬ。いずこへ。粉と薬草、この先だな。ユリの馬だ。近くにおる。ユリ、怪我は？いいえ、道にその迷ってしまいました。どうしたのだ？亡き母が手を振っていたのが見えて追いかけたのですが。村に戻ろう。いや、母の墓に参らねばならないのです。それはならぬ。どうか、これまで仰せつけを守ってまいりました。私と共に母の墓にお参りください。いいだろう。無理はするでないぞ。恩に来ます。母に連れられてよくここに参りました。植物の知識もここで。それで母親の姿を。ほどなく着きます。墓どころ。我が一族のものです。ただし様、あれは病の若様を抱えてあなた様が私のもとにいらっしゃった夜のこと。奥方様が亡くなったあとでした。ただし様、いかがなされました？聞いておる。母直伝の煎じ薬を若様に飲ませ、一晩中そばにおりましたでしょう。
私の手を握りながら、覚えておいでですか。ああ、覚えておる。あの時、若様が苦しむ中、悲しみを覚える一方で、嬉しい気持ちでございました。浅ましい女でございましょう。いや、若様の病が癒えた後、あなた様から馬を習い、あの温泉に行きましたね。赤々ともゆる夕日が目の前に広がり、私はとても。申してみろ。私はとても幸せでございました。何が見えますか。槍川への道がよく見えるぞ。あの戦のせいで全ての家が不幸になりました。金田の木、いつも城におられますね。確かにな。多くのお勤めでお忙しくて、共に過ごした楽しい時もなお物足りなく思うのです。あれは櫛の寺、塔が見える。よく詣に参っております。殿と若様と家族のために。良き乳母を持って陣は下方者だ。そなたには何が見える。ユリ、休むがいい。力は我らの周りにある。栄えた者もやがて滅びる。あたかも風の前の塵のように。
中心はどこだ？マサコ様！どうした？答えろ！おやめください！どこにおるのか言え！マサコ殿、何を？この坊主、舌をなくしたようでな。何とぞ、お助けを。どうか、この場は私に。よかろう。だが口を割らなければ、私が変わる。殺されるかと思いました。もう安心してよいぞ。して純真がどうした？もみじ寺で民を世話していたのですが、猛虎に襲われたとか。見つけねば殺されるな。純真をどうする気ですか？やつも襲撃に加担しておったのだ。流民を助けるような男が形状にも名が載っておりません。だがやつへの文が寺にあった。しかも犯人どもが持っておったのと同じ紙で、流民の野営に食料を流すと書いてあった。その代わり
私の居所をこと細かに教えろともな。それは申し出、証拠になりません。私に隠れて犯人どもと通じておった証拠にはなる。真相を探りましょう。純真に話を聞きます。まあいいだろう。もみじ寺にいるはずです。行くぞ。行きましょう。急げ。坊主を見つけたら私のやり方で処する。政子殿、話をするだけです。犯人どもは太刀に物を言わせ家族を殺したのだ。どうか純真の罪が明らかになるまで太刀を抜かぬように。七五を殺した連中とお主は話をしたいと思うか。志村殿はそやつを追い詰め首を取ったそうだな。家族の敵が撃たれたお主に邪魔立てをする道理はないぞ。怪我しよって。純真を見つけるぞ。急げ。間もなく寺です。待っておれ純真。伏せて。坊主のことは任せた。純真を助ければ。あなたはもしや酒井様。そこをのけ。そやつは裏切り者だ。逃げよ。戦えば我らは負ける。とうに負けておるわ。
おやめください。坊主をこちらに渡せ。断る。話すだけのはず。それで何が変わる。約束なされた。一族の仇を討つとな。聞こえておりますな。あれこそが敵。約束なされたはず。純真を見た刹那、死んだ孫の顔が不意に浮かんできたのだ。冷たくなったあの子らの顔が。お主こそ坊主をかばいおって。だから裏切ったと。気はお確かか。私は全てを失ったのだぞ。違う、全て捨てたのです。仇のために。竜像を前にして同じことが言えるのか。怒りに任せてはなりません。仲間を失わぬためにも。私はまだ仲間か。純真は近くにおります。見つけましょう。雅子殿、二度と刃を向けぬよう。分かった、約束だ。足跡があるはず。ジン、こっちだ。こちらへ行った様子。森へ逃げたようです。純真を見つけたら私が話をいたします。私を信じておらぬな。純真から話を聞くには好都合というだけ。確かにな。だが忘れるな、舌さえあれば話はできるぞ。
おったぞ。どうか。何者が施しの話を持ちかけた。花と名乗っておりました。嘘だ。雅子殿、花とは。姉上だ。あの夜死んだかと思っておったが、二日前訪ねてきたのです。真っ赤な着物に金色の帯を締め、菊の花の香りを漂わせておりました。信じぬぞ。嘘だ。私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。姉上が生きていて子供らを殺しただと。なぜ足立家を襲ったのでしょう。わからん。直接聞いてやるわ。私も助力いたします。神谷方に来てくれ。
せん。You, Yasembe. And look, Tarek. It is not so. Tinjum Bakukin Schmidt Sima. Martella. Kissing on or by no better. Huh?
く。
Iartă-te, Dimitre.情け深いお方でよかった。道中気をつけよ。私の弟、太刀を握ったことがないくせに、たやすいと思ったみたい。じゃあ幾度も失敗したの？5回試したけど、竹を3本切るのが精一杯だった。ね、あんたの弟のことだ。頭に来てただろ。竹に仕掛けがあるって言い出した後、太刀の文句も言ってた。稽古を続けてたら、稽古代がよく…隣り合って戦ってよ。大勢の猛者。
Thank you.